今日は私たち親子に長いこと付き合ってくれてありがとう、シロね。旅人さん、パイモンちゃん、ミエガの誕生日会にはぜひ来てちょうだいね。ええ、ニエガももう寝る時間だし、今日は失礼させてもらうわ。そうだね、おばちゃん。うちが買った勇敢な手杭をニエガにあげるのを忘れないでよ。探すの大変だったんだから。はいはいあなたの頑張りを無駄にするはずないでしょ。シロネンお姉ちゃんがくれた本には特別な意味が込められているから、ニエガも大切に保管するわよね。でしょ、ニエガ。うん、ありがとう、シロネンお姉ちゃん。ん？保管するだけ？読まないの？この童話は何回も読み聞かせてきたもの。ニエガったらセリフだって全部覚えているのよ。だったら大丈夫だよ、おばちゃん。だってうちが用意した勇敢な敵意はニエガの知らないやつだからね。え？他とは違う本なの？まあそんな大差ないけど、ただ物語の結末がおばちゃんが買ったやつと少し違うの。うちが渡した勇敢な手杭は改訂される前の古いやつなんだ。出版されたのはニエガが病気になるよりずっと前。シロね、いつからそんなに童話に興味を持つようになったの？別に、うちはただ疑問に思っただけ。もしおばちゃんの言うニエガの症状、つまり病気になる前のことを何も思い出せないってのが本当なら、古いバージョンの勇敢な手杭の結末もニエガが忘れてしまう過去の範囲に含まれてるってことでしょ。言い換えれば、もしニエガが古いバージョンを病気になってから読んでなければ、もちろんその結末も知るはずがない。ちょっとわからないのだけれど、たかだか物語の結末にどうしてそう引っかかっているの？この子が覚えていたら何が証明されるのかしら。私の知らないところでニエガがこっそり抜け出してどこかで古いバージョンを読んだ可能性もあるでしょ。だね、その可能性は否定しないよ。病気になった後のことはニエガも覚えてられるし。じゃあ聞きに行こっか、集落のみんなに。ニエガが自分のところに来たかどうかを。うちらの部族で本を売ってる店なんて指で数えるほどしかないでしょ。それかどこで読んだかをニエが本人に聞くのでもいいけど。集落の人は名刻を持っているし、もしかしたらそれに関する記憶も。つうことは、燃焼名刻がここ最近のみんなの記憶に影響を与えたってことだよね。おばちゃん、前にも言ったっしょ。そういうことをしたら犯罪行為としてみる。その時点で燃焼名刻に関することは全て中止だって。家に他にも本があるのよ、きっと。その血を焼き尽くしたくはない。しかし君の心を見た。え？答えて、ニエガ。ニエガ、部屋に戻りなさい。私、いい子にするって言ったでしょ。ニエガ、手紙を出したのはあんたで、うちに本をねだったのもあんた。自分のために声を上げられるのだってあんただけなの。さあ、話したいことがあるなら聞くよ、今ここで。この名を刻みつけてくれ、兄さん。僕を覚えている限り離れることはない。黙りなさい！今のって古い方の最後で言うセリフだよな。ってことはニエが本当に覚えてるんだ。知ってる、私全部知ってるの。白根お姉ちゃん、助けてお願い。くさがれちゃったぞ。下がって。白根待てって。地下の道も塞がれちゃってる。罠があるかもしれないから入らないで。うわ、ニエヴァの部屋の壁に何か貼ってあるぞ。おばちゃんが予備で作った名刻っぽいね。全部ここにあるみたい。孔明を完成させるために彼女が行く場所はあそこし。行くよ、ついてきて。